神格万神のココミンをニーローで代用するのありですか？ニーローって凍結パーの水枠代用にできたっけな。で、キンクもないけど、ニーロー固有テンプ2個腐ってるから、この効果もこの効果も腐ってる、ただただ水元素つけれるだけのマシーンですよ。ニーロー、そのパーティーに入れても。まだモナとかの方が合うよ。モナのは星座の刻印でダメバフ 60% 配れたりするからさ。さすがにニーローを入れるぐらいだったら、まだ行く秋とかの方が全然いいと思うので。ココミンいないなら行く秋エラン。ニーロー入れるぐらいならもう他のキャラの方がいいと思います。バーバラでもいいしね。ヒーラーいないしな、そもそも。とは思いますね。カンウだったらニーローかな。カンウとニーローって相性いいのか？あんま私ニーロー、あれだわ、開花パーティー以外でそんなニーロー入れようとは思わないな。輪っかが水元素つくの強いってのはわかるねんけど、水元素キャラクター全員何らかしらが強いからさ、確かに水不要はめっちゃ強いんですけど、そのためだけでわざわざ4人しか入れられないうちの一人にはならないかなと思うな。結構ニーロに可能性見出してる人多いですけどね。あやか神格行く秋ベネットっていう編成ありですか？ベネットんとこは変えてもいいかもですね。神格がいたらそれだけで氷元素限定ですけど、ダメージアップ効果って攻撃力アップとほぼ一緒なので、なんか攻撃力上げるキャラ二人入れてるようなもんなんですよね。ベネット抜いて、それこそなんか凍結で戦えるように行く秋いるのか。じゃあ風元素キャラとか入れた方がいいんじゃない？風のヒーラーとか入れてもいいと思いますけどね。もちろんベネット入れてもいいけどな。もう攻撃力使うパーティーだったらベネットは万能なんで。